Thank you.
はほとんどの中国の方っていうのは今日本旅行っていうのはできないと思ってしまっていいと思います。ただし相当の人たちがいいビジネスの場合で新宿とか観光目的ではないビザをあらかじめ持っている方の場合というのは安全だと思います。一方ですね、日本政府実は中国人インバウンドを国境に期待をしていました。こちらの映像をご覧いただきたいんですけれども、これ上海の選手動画なんですが、上海の主要な地下鉄の駅がですね、エクスプレス一般の方に日本版アクアの地下鉄だというのがありますが、これ日本政府が発表しましたので、日本はこれを準備して中国のアクアの地下に入っているんですが、対策が非常に一つですね、問題が難しくなったということで、韓国はですね、韓国というのは私から難しいという印象もあるんですが、韓国に向けて日本のイメージを上げたいと思っているらしく、日本には反対が実は多くあるというふうに聞いています。かなり大勢いらっしゃいます。ただですね、ご紹介した通り相当にハードルが高いですね。さらに今水際対策で数日間隔離される可能性があると。で、上海で言いますと、もう皆さんが結構60日、70日隔離された生活を送りましたから、まあ、もう隔離は正直に国通りなので、まあ、そこまでしてるという実は今まだ少ないと思うんですけれども、どのくらいの人がいるのかというと、はい、こちらの実は上海というのは世界の都市の中で一番ですね、コロナ前はビザが隔離されている都市がですね、一番多い時2019年31日2万人というのがあったんですが、今週、今はですね、1日1000件と20分の1ぐらいです。しかも韓国じゃない方というのはですね、国どころか純粋な韓国だというのは発表されていないということで、新宿の方だったり、あるいはビジネスの方だけの場合で、それは最高で20分の1件ということになります。中国の観光客の方々にとっても日本での中国の人気というのは不正解、こちらも影響を受けているということになります。そうですね、これから3月4月といって、私も同じ取材するというのもあるんですが、上海ではこれまで3年の半分にわたって医療が判断、ちょうど人事異動という時期ですね、法務局官邸の地下を通ってですね、近くに学校があります、高級ハイレベルマネージメントといった人がいっぱいいるんですが、まあ、その現状においてそういったビザも取れない、新たな人員も補充できないということで、人生の計画が狂ってしまっているという日系企業の駐在員という人も実は大勢いる状況です。で、まあ、観光というのは実際はほとんどないんですが、今困っているのはですね、ビジネスだったり親族がいたり、そういった形で中国と深く関わっている人が、本当に困っているというのが現状です。これ高橋さん、ビザの発給の再開というのはどうですか。これいろんな見方があるんですが、日本側の中国領事館、そういったところのですね、関係者に話を聞くと、非常に、ある種楽観していると、短期だと思うので、私自身も早く